ご視聴ありがとう、こびせんのうぐいすまるだ。泣き狐と音の泣き狐にございます。今回も、よろしくね。権限順27番、泉の神金貞だ。権限順28番、石切丸だよ。エンコン V エンリート、同時の呪詛、一挙やってやろうじゃないか。よろしくお願いするよ。いやー、石切丸がいると安心感が違うな。はは、信頼してくれるのは嬉しいけれど、私はゲームの中の悪霊は払えないよ。でも石切さん、こういうの見てても全然動じねえからな。そういう意味でも一緒にいて安心感あると思うぜ。そういうものかな。ゲームの方はこれから3日目の午後だったか？うん。確かともき殿の合流待ちだったかと。おや、道真は仕事が入っていたのか。うん、立ちの利きだしな。でも、社会人にとって務めを果たすことは大切だからね。簡単に放り出すわけにはいかないんだろう。まあな。それに、呪いのこと店長には知られたくねえんだもんな、桜。おや、ともきから電話か。リオ。お墓に紙がございましたものね。そうだ、制限時間。え、おいおい、やばいんじゃねえか。この呪い、期限は1週間なんだろ ?3 日目はもう落ち着けるのかと思ったら、そうはいかなかったようだね。リオちゃん？信じたくない、というお気持ちも強かったのでしょうな。リオが聞いた内容では仲良しのまじない。ともきやリンは恋愛成就のまじないって聞いてたんだよな。うん。小さい女の子に、愛かっこかり、か。あ、もうこれは。アイドのかっこかりの特徴に完全に一致しますな。不幸になる？呪いとしての噂もあったのかな？あ、そうだ、愛かっこかりといえば、前回まさかどからエンコンの声云々の話を聞いた時に、愛かっこかりが呪っている本人のように話してしまったんだが、まだそう決まったわけではなかったので、ここで訂正してお詫びしよう、すまない。まあボス枠はほぼ愛ちゃんかっこかりで決め打っていいと思うけど、聖夜たちはまだそう判断できるほど情報集まってないからね。最近の生き残りの方、ですか？青柳。確か表札の出ている絵があったな。生き残りは彼女だけ。ご家族もみんな亡くしてしまったのかな、気の毒に。さて、どっちに行く？リオちゃんかな。そうだな、リオにはおそらく時間がない。リンのためにも、リオは助けたいからな。うん。呪いを解く方法は全くわかっていませんが、お一人にしておくよりは良いはずです。おっと、ヒカル、大丈夫か？聖夜さんたちより進行具合が先だからかな。うん、無理は禁物だぞヒカル。あかり殿にも心配をかけてしまいますからね。たく、もっと素直に励ましてやりゃいいじゃねえか。多分聖夜のとても素直な気持ち。生命力が強いのはいいことだよ。物は言いようだな。聖夜殿と桜殿、ともき殿でリオ殿のところへ向かうようですね。正直、桜は残った方がいいんじゃねえかと思うんだけどな。言っちゃ悪いが足でまといだろ。桜の安全が確保されてた方が聖夜たちは安心して動けねえか。効率だけを考えればそうかもしれないね。でも、聖夜さんは放っておくと自分を危険にさらす策ばかり取りそうだから、聖夜さんの安全も考えるなら、一緒に行動した方がいいかもしれないよ。聖夜が安全策を取らざるを得ない状況を保つわけだな。なるほど、守らなきゃならねえもんがそばにあった方がいい時もあるか。リオ殿の家はここでございましたな。前は入れなかったんだよね。返事がないな。あ、なんだ元気じゃねえか。遅かったのかとヒヤヒヤしたぜ。そうだね、まだ無事だと分かっただけでもよかった。リオどうやら悠長にはしていられなかったようだ。しゃあねえ、こんなやけ破ってでもって鍵開いてんのか。リオちゃん急いでくださいませ皆様。うわしもリオさんは無事かい。まだ五体満足には見える。しかし、これはどう対処したものやら。石切さん的にはどうよ。残念だけど、画面の中のことはよくわからないな。リオ、気をしっかり。怪我してる？まずいな、対抗策がわからねえ以上、素直に逃げるしかねえわけだろ。で、おいせいや。桜殿の存在がストッパーになることを期待しておりましたが、ともきとの信頼関係が思いのほか強かった。どうしたものかな。あまり無茶をしてくれるなよ、せいや。え、隠れる？あんたの隠蔽地の見せどころだぜなあさん。隠れるの聖夜だから。しかし、このお部屋で隠れられそうなところというと、とりあえず目についたところに隠れちゃったけど、ベッドの下は暗直すぎたかな。音が怖い。わかるわかる。あの幽霊は一体何者なんだろうね。けうぐいすやっぱり暗直だった。じゃあどこに隠れりゃよかったんだよ。ピアノの鍵でしょうか。次はそっち行ってみる。隠れられるみたい。今度こそ、おや、暗転しないのですね。
なんつうか不安になる動き方すんなこいつ。というか、幽霊なのにちゃんと扉から出入りするんだね。お行儀のいい子だ。ああ、生前の習慣が残ってる、とかか？おかげで物理的に隠れるのが通用するようですね。ベッドは見に行くんだな、こいつ。ベッドは定番。春画じゃねえんだから。寝台のあたりまで行っても、聖夜さんは見えていないようだね。あまり目は良くないのでしょうか。視界が狭いのかも。しかし、物音一つ立てずに隠れてられる聖夜も聖夜ですげえな。そうだな、俺ならとっくに見つかっている。フラグ？やめや。ああ、回避に成功したようだね。よかった。はは、リオ殿のところへ戻りましょう。そうだな、リオは怪我をしていたし、心配だ。友樹たちも大丈夫そうか。それは何よりでございます。リオちゃん、大丈夫？あんま大丈夫じゃなさそうだな。全く信じていなかったものを、突然突きつけられては驚いてしまうよね。聖夜が優しいな。聖夜殿は相手に応じた気遣いのできる方なのでしょう。お互い顔と名前くらいは知ってたけど、話すのは初めてなのか。少しは落ち着いたようでよかった。でも怪我が結構ひどそうだ。早く手当てしてあげてほしいが、あの幽霊を振り切るのが先かな。玄関な。開かねえよな、大抵は。そうだね。リオ殿、恐怖でヒステリー気味になっておられますね。ストレスがマッハ。リオちゃんも霊感。自分の目で見たことしか信じない主義なのかな。友樹さんとは対照的だね。冷静低いけど優しさ高いな。ちょっと感情的になりやすいだけで、いいやつなんだろうな。そうだな。リオちゃんは中学生。学校で聖夜殿を見かけたことがあるとおっしゃっていたので、あかり殿と同じく中等部の生徒ということでしょうね。さて、玄関はと。まあ開かねえよな。どうしたらいいんだ。おっと、危ないかな。来ちゃった。帰ってくれ。またかくれんぼか。一回で済む自信がない。泣き実ね。やる前から弱気になってどうするのです。うん、頑張る。待って早速積んだ。お、セーフセーフ。結構判定余剰だったな。うん。先にリオ殿を隠してから聖夜殿も隠れるのですね。隠すと隠れるで振らなきゃ。学生探索者だから隠れるはちょっと高いけど隠すなんて機能取ってないだろ。印象の半分とかでいいかな。ところで隠れられるところが見つからない。リオ殿はテーブルの下に隠れられるようですね。聖夜どうしよう。うわ、残り10秒だぞなーさん。な、泣き狐。これはもうダメかもわからないね。リオちゃんの場所は覚えたから。次に行かす。あ、泣き狐さん、暖炉はどうだい？火を消したら隠れられるんじゃないかな。なるほど。ごめんね、聖夜。次こそはなんとかいたしますゆえ。お、石切さんの言った通りだな。ありがとうございます、石切丸様。とても助かった。いやいや。聖夜さんは隠れられても、私はきっと入れないんだろうな。あんたは隠れなくてもどうにでもなるだろ。いや、今の剣さんがね、私と隠れんぼしても面白くないらしくて。それ岩と推しもそうだろうから心配すんなって。俺たちは担当たちと同じようには遊べないからな。ベッドの下は見るくせにテーブルの下は見ねえんだなこいつ。基準がわかりませんな。よかった、かわせたな。リオは大丈夫だろうか。怖がってたからね。リオちゃんの様子、見に来てよかった。放っておいたらあの幽霊の手にかかっていたのかもしれません。一人じゃテンパってどうしようもなさそうだもんな。え？おや？では上の扉から出るしかないのかな。向こうには幽霊も向かったし、まだまだ安心させてはもらえないようだ。上の部屋でまた隠れるとして、寝台の下はダメだったし。ピアノの陰に二人も入るか？でも、他に行くところがないから、セーブしたし、行ってみよう。お、いねえな。もう廊下の方に出て行ったのかな。だとするとまだ外には出られないか。リオ、なかなか落ち着かないな。気持ちはわかいる。寄ってきてる寄ってきてる。おいおい、突撃されちまったぞ大丈夫か？でも、今のは回避のしょうがなかったから、あ。友樹殿と桜殿の方に切り替わりましたな。この二人に、助けに来てもらうのかな？なんだって？やばくねえか、重要アイテムだろそれ。ですが、逃げる際に落としたのなら近くにあるかもしれません。そうだな。そういえばここは、湯殿か？花が飾られていたり窓ガラスに色がついていたり、洒落た作りだね。一般家庭の風呂場にして洗い場広すぎねえか？半分は脱衣所なのかも。
今の悲鳴は。玄関が開かなくて逃げた時の、かな？少し時間戻ってんだな。今、聖夜たちは暖炉の部屋に隠れてるはずだから。まだ少し時間はありますね。お守りを探しましょう。見つからないな。ここらではなく廊下で落としたか。でも、今廊下に出るのは危ないだろうね。もう少しうろうろしてみる。お守りもだが、脱出手段を見つけておかないといけねえんだな。1階だったんだ。ああ、現代の長屋は縦にも長いんだったな。一番下の階なら窓から出ても大怪我はしないだろうけど、肝心の窓が開かないのか。泣き狐、先ほど調べたところにモップなどがございましたよ。そうだね、使えるかも。あれ、モップや掃除機じゃダメみたいだな。もうシャンプーの容器とか投擲すりゃいいんじゃね。桜殿はまだなな、8歳の少女にございますよ。え、シャンプーじゃないけど、投擲するみたい。たくましいお嬢さんだね。当便兵桜。窓杖なおい。ああ、花瓶さんか。実際にやったらの定にぶん殴られるな。しかし、どうしたものかな。あ、ここの壁、調べられたのですね。気づかなくて時間食っちゃったね。でもおかげでウグさんの産地灰倉か持ち直したぜ。泉の神は茶を入れるのがうまいな。河川さん直伝だそうだよ。へへ、ま、の定が手から入れたのにはまだかなわねえけどな。桜がやるの？って喋ってるうちに画面がすげえことになってねえかこれ。桜さんは見た目より力持ちなのかな。か、壁が相当脆くなっていた可能性もございますが。ここは、リントリオの部屋か？冒頭でも映っていたな。あの船なんだ？インテリアか？個性的だな。リンちゃん。リン殿、何故ここに？いえここはリン殿の上ですが。窓を見ているな。ともき。驚きはしても、恐れはしていない。リンさんを信頼しているんだね。お、窓が、リン。リンちゃん。助けに、来てくださったのですね、リン殿。これで脱出口は確保できた。聖夜トリオを回収しねえとな。5時間勉強って。リオさんは努力家なんだね。リンは朝は弱かったのか。趣味のために夜更かしされていそうでしたしね。アルバム。3人の、思い出の品ってやつか。将来、みんなで見返すの、楽しみだったろうにな。うん？お守りが。何故ここに、リン殿が持ってきてくださったのでしょうか。おっと、聖夜たちが廊下であれに出くわしたか。出口は見つかったし、うまく逃げられるといいが。聖夜。聖夜殿、どうされたのですか？リオ殿をかばって。リオちゃんは助けたいけど。聖夜に何かあっても、リンちゃんが、みんなが、悲しむ。桜？何を？おう？これは。おう、すげえな桜。腹気よしやがった。すごい。お守り？あ、まさかどのお守りの効果だったのか。あのあやかしを退けたのはお守りの力だったのだろうけど。桜さんが聖夜さんを守ろうと前でなければ、あの力は発動しなかったんじゃないかと思うよ。そうか、桜の勇気が聖夜たちを救ってくれたんだな。聖夜、意識が戻られたのですか？よかった。ああ、とりあえず、全員命があってよかったぜ。拾った藁人形、まさかどさんに調べてもらいたいね。でもその前に病院かな。ああ、リオの怪我もだが、聖夜だって意識を失っていたんだ。ちゃんと医者に見てもらった方がいい。揺るぎない信頼。そうだな。聖夜殿とともき殿は、なんというかお互いに遠慮のない関係なのですね。でもこう、気遣わなきゃなんねえところはわきまえてる感じがするな。清光と安さだみてえなもんかな。わら人形、なあ、どう思う？石切丸。呪いの定番ではあるね。副葬品として用いられたり、大麻や害虫駆除に使われる場合もあったのだけど、今回は牛の国参りのような呪いの道具として使われていると見ていいかな。一応出てやれよ。心配しているだろうしな。まあ、友樹たちが先に喫茶店に戻るなら安否は伝わるか。リオちゃんの怪我、後が残らないといいけど。嫁入り前の娘だしな。って、聖夜もちゃんと見てもらえっての。リオ、怖かったろう。俺も怖かったぞ。リオに関してはこれで、一旦は安心できんのかね。どうだろう。まじないに必要になるのは、確か名前を書いた紙だったね。対象の名前がわかっていて、藁人形があれば行える呪いだとしたら、呪っている本人をどうにかしない限りは危ないんじゃないかな。
下手人をヒットラエルまでは気が抜けねえか。あ、ここから出るんだ。玄関を調べずに来てしまいましたが、ここでよかったようですね。リン、聖夜たちを助けに来てくれて、ありがとう。大事には至らなかったみてえだな。よかったよ。あ、リオを助けられて本当によかった。うん。幸い、わら人形という手がかりも見つかりましたし。お、これはこれは。あ、怖かったのだろうね。姉君を亡くしたばかりでございますしね。リオ殿はまだ中学生、すがる相手が必要なお年にございます。うん。リオは、オカルトが嫌いなだけで、姉ちゃんが嫌いだったわけじゃねえんだもんな。リンさんが亡くなってから、ずっと一人で後悔していたのかな。リオ、リオのせいじゃない、という問題ではないか。うん、リンちゃんも、置いていきたくなかったよね。こんなに可愛い妹気味なのですから。黙って泣かせてやるた、いい男じゃねえか。そうだね、聖夜さんはいい人だ。おや、どこの党派の方でしょう。俺より若そうだな。私たちも含め、刃物には魔除けの力があると言われるしね。リンさんとリオさんの気持ちのこもったものだ。きっと聖夜さんの役に立つと思うよ。あ、リオちゃんかわいい。かわいいのは同意するが、一旦はなんとかなったが、根本的な解決にはなってねえんだよな。大丈夫か。わら人形から何かわかるといいんだが。おや、聖夜さん、自分は見てもらわずに喫茶店に戻るつもりだったのかい？無茶をしてはいけないよ。ヒビ？ウェイ、ヒビとか聞いただけでゾッとするんだが、よく平然としてられたな、聖夜。先生も驚いてる。なんというか、聖夜は他人のことはそれなりに気遣うのに、自分のことは。そうだね、聖夜さんはあまり自分を大切にしていないように感じる。死に急いでいる、というほどではないけど、聖への執着が薄いというか。あ、ギプスついた。グラフィックの変化が細かいですね。聖夜、無茶しないといいけど。聖夜殿に何かあったら悲しむ方がたくさんいるのです。あ、命を大事にしてくれよ、聖夜。え、聖夜めっちゃくちゃ優しいじゃねえか。事実を知ったら、きっとリオさんは自分を責めるだろうしね。トモキやヒカルや道真に辛辣なのは、来やすいだけなのかもしれないな。ほう？ふふ、若いっていいねえ。道中はバッサリカットで戻ってまいりました。きっとみんな心配してる。なんで店長が痛がるんだよ。人の痛みを自分のことのように感じられるのは、優しい人の証拠だよ。もう疑問すら浮かばねえか。まあ俺らにとっちゃキツネが喋るのが当然だもんな。似たようなもんだな。そうだね。そういや、まさかドとカナでは来ていないのか。わら人形を調べていただきたかったですが。驚くよな。あんまり仲間に心配ばっかかけるんじゃねえぞ聖夜。アドレナリンとかそういう問題ではないと思うのですが。聖夜のこういうところ、ちょっと心配、だいぶ心配。痛みを痛みとして感じられないのは、いろいろと怖いからな。いや、桜さんちょっと落ち着こう。食事はともかくお風呂や着替えはちょっとどうかと思うな。そうだぞ桜、嫁入り前の娘がそんな、これは細かくないぞ細かくない大事なことだ。店長にもろ手を挙げて賛成。そうですとも、桜殿、男は狼なのですぞ。いや聖夜殿を信用していないわけではありませんがこれは節度の問題であって。いやそんな騒ぐほどのことか。聖夜は信用のおける男だし、大体桜はまだ子供じゃねえか。男女が一つ屋根の下で寝起きしたくらいで騒ぐ時代じゃねえよ、大丈夫だって。そうか。この時代では取り立てて騒ぐことではないんだね。でも店長がかわいそう。娘命といった方ですからな。4、5日って言ってたろ、ずっと帰ってこないわけじゃねえんだから。それに、多分いつかは嫁に行くんだぜ、あの調子じゃ身が持たねえ、慣れてもらわねえとな。揃いのぬいぐるみか。かわいらしいね。お布団、2組？かわいらしい色のお布団ですが、これも桜殿が持参されたのでしょうか。さすがに布団は借りたんじゃねえのか。あ、そうか、そういうことか。確かに、あれだけ娘さんを可愛がっているんだ。かわいい。隠しきれるものではないだろう。桜。けなげなお嬢さんだ。
桜が泣いてたら、そりゃ店長は心配するだろうが、何も相談してもらえねえのも、寂しいもんじゃねえかな。いや、桜の不安が親父さんの不安になって、それでまた桜がって悪循環になるよりは、少し距離を置いた方がいいか？まとめて。我々は、当事者にはなれませんからね。店長に相談して、解決することでもないし。でも、一緒に悩むことはできる、と思う。そうだな。まあ、桜がこうすると決めたなら、俺たちは見守るだけだ。そうそう、実用性だけじゃ鼻がねえってな。聖夜は元がいいんだから、コーディネートにも気を使えばいいのによ。そういや、ミクにもイケメンだと言われていたな。まあ、イケメンは何を着てもイケメンだとも言いますし。で、イチゴ。聖夜のあざも濃くなっている。明日はまさかどさんたちとも会えるかな。わら人形を見てもらいたいね。桜は陽気なのか、器用だな。だからって怪我していいってことねえけどな。そうだね。聖夜さんが怪我をしたことで桜さんが心苦しいように、桜さんが怪我をすれば誰かが同じ思いをするのだからね。そろそろ寝ようか。聖夜殿、桜殿、明日に備えてしっかり休息をとってくださいませ。おっと、また夢か？明晰夢は疲れるという話も聞くけど、桜さんは大丈夫かな？内容的にも疲れそうだもんな、この夢。この子の母子も、前回はまだ普通に話してくれていたんだがな。一段と当たりがきつくなっていますね。おや、北条祈願が必要かな？石切さん、これ多分過去だから。そうか、歴史修正はできないな。ああ？金さん、柄悪い。いやだって今のはムカつくだろ。なんで愛がそいつのために食い物持ち歩かなきゃならねえんだよ。確かに、さっきの子の言い方は良くなかったね。親御さんはどちらかな、お話を伺いたいのだけど。怖い。墓守、愛は墓守の家の子だったのか。しかし、耐えきれなかった、というと、愛殿のご母堂は。のぞみ？この家は青柳家、と洋札が出ていたはずでございます。青柳家ののぞみ殿、というと。この村の生き残りか。愛が何したってんだよ。うちの子だろうがよその子だろうが、子供ってのは大人が守ってやらなきゃならねえもんだろうが。そや、悪さしたら叱るべきだし、厳しくするべき時もあるけどよ。親のいねえ子供に対して、こんなの酷すぎるだろ。この村が廃村になったのは、愛さんの呪いの可能性があるんだったね。はい、夜に来た時に呼んだ三つ類から、そのように推測しております。いや、のぞみさんは結構愛さんに辛く当たっている方なのに、生き残ったんだな、と思ってね。そういえば、確かに、あの様子ではかなり恨みを買っていそうだが。自分と同じ孤独を味合わせてやる、ってことかもな。おや、愛かっこ仮じゃないのか。桜、知ってる人？桜って不死家庭なんだよな。はい、店長殿と二人暮らし、とだけ。母子がどうしたのかは明言されていなかったが。桜さん。母君のお帰りをずっと待っていたんだね。あ、愛殿カッコ仮。愛ちゃんカッコ確定になったね。ようやく少しスッキリしたな。遠くか。まさかどは、桜が呪いの主と同調してるって言ってたよな。同調、というのはやはりこの夢のことだろうし、呪いの主はきっと愛さんなんだろうけど、桜さんは夢のことを皆に伝えていないようだし、聖夜さんたちが気づくのはまだ先かな、もどかしいね。愛の母子が亡くなったから、愛が青柳家に引き取られたのだと思っていたんだが、捨てられた、のか、愛は。ですが、お墓にお花が備えてありました。あれは愛殿のご母堂のお墓では？村を出て行った先で亡くなったのかな。そろそろ時間でございますね。リオ殿の様子を確認したら今回は終了いたしましょうか。そうだな、石切さんは連帯戦もあるし。調子はどうだ？ヒューガさんまでは7割ほどかな。私のカンストまでに迎えられるといいのだけど。リオ殿？恋する乙女の表情をされていますね。桜も察してるのに、聖夜って鈍いのか？興味がないだけだと思う。やはりリオにもあざができていたんだな。しかし、昨日まで、ということは。消えた。わら人形回収したから、一旦呪いの効果が消えたとかか？実物を見られれば何かわかるかもしれないが、ゲームの中のことだからねー。まさかどさんに期待しようか。
一旦は大丈夫かもしれねえけど、またアザが出てきたらどうすりゃいいんだよ。リオ一人じゃ混乱してやられるだけだぞ多分。桜の方が大人に見えるな。あ、でもそんなに意味わかってなさそう。おませなお年頃なのでしょうね。そうだな、まずは療養した方がいい。聖夜にもできれば安静にしていてもらいたいが。そういえば、リンちゃんの部屋に鍵のかかった引き出しがあった。次回はこれの確認からですな。聖夜、命は投げ捨てるものじゃないんだぞ。まあそのあたりはプレイヤー次第でもあるわけだがな。全処します。なあさん。あ、そういや小刀見てなかったっけか。盆地でも掘ってあるのだろうか。だとしたら、魔除けとしての力は高いかもしれないね。小刀殿の今後の活躍に期待ですな。命はないのかな。そうだな。きっとそれがリンの望みでもある。うん。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとう。